マークルブランはゲームデザイナーであり、ゲーム研究者である。マサチューセッツ工科大学のコンピュータサイエンス学部で、学士、科学修士を修了後、ルッキンググラススタジオでの仕事を通して、ウルティマ・アンダー・ワールド2、システムショック、フライト・アンディミテッド、テラノバ、シーフを含むいくつものゲーム開発に携わる。ルッキンググラススタジオを経てセガに入社し、 スポーツゲームを作るビジュアルコンセプツのための人工知能開発にあたった。2003年にはマインドコントロールソフトウェアに移りインディペンデントゲームズフェスティバルで受賞するオアシスをアンドリュー・レカーと共に開発する。ルブランはまたインディーゲームジャムズにも参加している。ゲーム開発に携わる一方、ゲームデベロッパーズ・コンファレンスでゲームデザインのワークショップを開いており、そこで 力学、ダイナミクス、美学による MDA フレームワークを軸にゲームデザインの理論を探っている。MDA はダグチャーチによるゲーム論、ホルマルアブストラクトデザインツールズの一部にもなっている。ワークショップや MDA に関するいくつかの資料はルブランの個人サイトで公開されている。ありがとうございます。